帰りなさいませ、アキハ様。学園から直接総会に出られてお疲れでしょう。さあ、お着替えを済ませ早く夕食といたしましょう。今日は腕によりをかけて。ごめんなさいね、琥珀。ねぎらってくれるのは嬉しいけど、その前にやることができたみたい。え？秋葉様、忘れ物ですか？それでしたら、私が取ってきますけど。そういうものならよかったんですけど、どうやら私向けの仕事のようです。この町を任された遠野家の当主として、当然の義務を果たしてくるわ。ああ、かしこまりました。どうぞお気をつけて、アキハ様。よろしいかしら。ラウンド1、ファン、ファイト。いい気にならないで。甘いわね。黙りなさい。行きます。黙りなさい。行きます。あら？あら？目障りです。黙りなさい。しまっ。まだですか？まだ行きます。さらさか回しきれるかしら。カメですか？行きます。おもしろい。いけない、いけない。少し手加減しなくちゃ。ニュービー。ダウンロード2。ファイト。100倍にしてお返しします。甘いわね。あら、この程度では。どう？どう？あら、いきます。調子に乗りすぎる。いきます。この程度では。あら、まだ。あら、誰に向かえ。身の程知らずね。ラウンド1、ファイト。まだです。行きます。さあ、かわしきれるかしら。そこまで。黙りなさい。そこまで。行きます。黙りなさい。そこまで。
応えがないんだから。ユンビダウンド2ファイト。ニャニャニャ、すべて奪い尽くして差し上げます。お望みならもう一度試してみますか。結果は未来永劫変わらないと思いますが。身の程知らずね。いいわ、相手になってあげる。ラウンド1ファイト。やりなさい。甘く見てたわ。いきます。やりなさい。それで、あら、このそれで、ほら、気分はいい。そら、まだです。終わりね。兄貴にならないで。すぐに看護師を手配しますから安心してください。あ、けど怪しい薬漬けにされないよう注意なさってね。こんなところに。それはこちらのセリフです。消灯時間はとっくに過ぎているのに、屋敷を抜け出して何をやっているんですか。何をしてるって。そうだな、黙っていても誤解を生むだけだし、正直に言うよ、
俺は吸血鬼騒ぎの噂が本当かどうか確かめに来たんだけど、アキハは？いや、それは確かに簡潔で分かりやすい説明ですけど、私はそのなんて言えないし、第一女神に僧の血を呼び起こさないって約束したばっかりだし、私はただの散歩です。後ろめたいことなんてみじんもありません。そういうことか。アキハ、責任感があるのはいいけど、おてんばすぎるのは問題なんじゃないかな。兄さんは屋敷に帰っていてください。言うことを聞いてくださらないのなら、力ずくでも帰っていただきます。はあ？なんだその結論。さっきの銃を持った女の子よりめちゃくちゃだぞお前。さっきの女の子ですって。ラウンド1ファイト。知らない顔だけど、ま、いいか。ラウンド1ファイト。いきます。現猫返し。100倍にしておかしします。黙りなさい。もう黙りなさい。もう怒った。黙りなさい。詰めるぞ。まだです。黙りなさい。まだ黙りなさい。まだだ。行きます。本気で行く。ねえよ。深く。もう終わりですか。ニュービー。ラウンド2ファイト。黙りなさい。やめなさい。黙りなさい。調子に乗りすぎる。石が登ったぞ。後悔なさい。逃げ場ありません。
調子に乗りすぎる。もう怒って、重ね小論一丁上がりだ。深く、うん、歯ごたえがないんだから。ムーミー、楽しかったわ。次があるのなら優先的に相手をして差し上げます。ダウンロードワン、いきます、ファイ、いきます。哀れだ、哀れだ、食らいつくぜ。いいけど、まだです。頑張りなさい。ダウンロー2ファイト。実に有意義な時間でした。それではごきげんよう。行きますよ、セブン。ダウンド、ワン、ファイト。調子に乗りすぎる。やってくれますね。手加減できませんからね。いつか殺せない。黙りなさい。危ない。逃がしましょう。カポエラ。え、行きます。危ない。セブン。もらえます。え、もう終わりですか。ユーミダウンロー2ファイト。手加減できませんからね。
殺せない。やめろ、そこまで。やります、やりません。やめろ、黙りなさい。行きなさい、黙りなさい。いい気にならないで。ゼロ、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 もらいました。ゼロ、やだ、収穫です。ゼロ、まだまだ。カポエラ、逃げるなら逃げちゃってくださいね。ニュールーズラウンド3ファイト。手加減できませんからね。もらいました。今の殺せないで。まだまだ。行きます。頑張りたい。いい気になる。おもし、負けません。やってくれます。さあ、かわしきれるかしら。嫌な性格です。終わりですか。まだです。やります。もう逃げません。ゼロと、さあ、かわしきれるかしら。もらいました。もらいました。今に殺せないで。黙りなさい。もう終わりですか。ユーミン、いかがでした。舞踏の稽古は始めたばかりですけど、なかなかのものでしょ。建設途中のシュラインにこんな施設があるなんて、私は許可した覚えはないけど。違う、シュラインはとっくに完成しているはず。建設途中だったのは確か1年前。誰です。その通りです、アキハ。あなたが今まで通ってきた道は1年前のもの。幻影の夏の再現にあなたは付き合ってきたのです。あなたは屋敷の入り口で襲ってきた吸血鬼。帰りなさいと言っても無駄でしょうね。おとなしく人の話を聞くあなたではありませんし、説明しても分かってもらえない以上、今はこうするしかない。儀礼は後ほどお詫びします。ちょ、待ちなさいし、あなた。好戦的なのはともかく、人の話を聞くあなたではありませんとはどういうことですか。ラウンド1ファイト。見てろ。今に殺せないの。何の、私のターン。止まれ。100倍にしてお察しします。行きます。ピノ、黙りなさい。やはり黙りなさい。何の、100倍にしてお察しします。どうせしまっ、黙りなさい。やっと、さあ、かわしきれるかしら。黙りなさい。逃がさない。さあ、かわしきれるかしら。やっと、詰めなさい。覚えなさい。ゲイオン、黙りなさい。え、もう終わりですか。ユーミンラウンド2、行きます。ファイト。お前知って、黙りなさい。まだまだ、黙りなさい。やっと、やはり行きます。黙りなさい。戦闘再開します。やりますね。黙りなさい。何、止まれ。
束済みです。あなた、すべて奪い取って差し上げます。アークドライブ。いけない、いけない。少し手加減しなくちゃ。ムービー。思い出したわ、シュウ。1年前、これと全く同じことがあって、私たちは知り合ったのね。それはともかく、あの時あなたの話を聞かなかったのは兄さんがいたからです。そのあたり、誤解しないように。またシオン？じゃないよね。見たところあなたが元凶のようだけど、シオンの影か、それともイフか。理性があるのなら話ぐらいは聞いてあげてよ、偽物さん。再現だ、弟子。どうだ、アキハ。あなたと話すことまでは一つもない。あなたは不必要に認知し、速やかに排除し、再演を行うだけです。あら、そう。よかった。話が早くて助かるわ。私も悠長に話しているほど気長ではありませんから。まず話を聞いてあげなさいと、あなたとよく似た他人に指摘されて、ちょっと改めて見ただけです。私と、シオン・エルトラのアトラシン、同一ではない。当然です。本物か偽物かなどと審議するまでもない。だってあなた、私の知っているシオンじゃないもの。見分ける方法なんてそれだけで十分よ。私とは違う絶対性、理論が構築されながら決定を下すのは火のように強い感情。それがあなただけ、そうアキパ。なるほど。シオンが嫉妬するのも頷ける。え、嫉妬って、シオンが私に。事故をしたのに気がつかれた道路の感情、それにて、あなたの知るシオンがそちらに残っている。私たちは共に残骸だ。生命として生きているのはあちらのように。では再演の前にこの侵入個体を分解する。ヘルメスの血液に変換した後、最終技術を開始しよう。あなたが何者で、何を目的としているかは知らないけど、放っておいたら、この血の海が広がっていくように。いいでしょう。この爪があなたを奪い尽くす前に、名乗りを上げることを許します。私は冥界にいる、死に絶えるオシリスの使者、英知を救う最後のアトラスである。これより、あなたを賢者の石に変換する。ラウンド1、アクバイトサガオウヌ、ウゴクを救済する。オウヌ、飛びなさい、消えなさい。ウゴクオウヌ、オウヌ、オウヌ、消えなさい、覚悟なさい。ウゴク、消えなさい、ウゴクな。オレオン、もう歯応えがないんだから。ユンビラウンド2、いきます。ファイト、覚悟なさい、消えなさい。
ルーズ。ラウンド3。いきます。ファイト。動きに効きますね。カズバンさん。オーナー。カズバンさん。動くな。オーナー。カズバンさん。さあ、まだあなた。はい、今、殺せない。あなたは、行きます。オーナー。さあ、ゴリ回しきれるかしら。動くな。オーナー。さあ、かわしきれるかしら。ゴリ回しきれるかしら。さあ、殺せないよ。もろいニュールーズ。情けだ。特別にその無念を希望としてとどめおく。何かしらの意図があるだろう。ワン、ファイト。オーナー、今の殺せないで。覚悟なさい。やります、行きます。覚悟なさい。まだです。オーナー、オーナー、覚悟なさい。覚悟なさい。もう終わりですか？ユンビラウンド2。いきます。ファイト。オーナー、覚悟なさい。いい気にならないで。オーナー、取りなさい。覚悟なさい。ターリーマーです。何かも、ここです。帰る。いい気にならないで。覚悟なさい。オーナー、消えなさい。覚悟なさい。ヘルメス。もう歯応えがないんだから。ユンビン。夜が明けた。血の海は、さっきまでそこにいた彼女の記憶も忘れて、訂正しないと。最後に微笑んで消えたのは本当にあなたらしかったわ、シン。それで、アキハ様、昨夜の一件は結局何だったんでしょう。シキさんやシオンさん、翡翠ちゃんやレンさんまで何も覚えてないというのですか。さあ、誰も覚えていないのなら無理に思い出すことはないんじゃない。全ては一夜限りの幻。舞台裏を無理に覗き込んでもいいことなんて何もないわよ、琥珀。ああ、それはそうなんですけど、知らない秘密を私が握っているというのは。え、今ですよ、アキハ様。もちろんそんなことは全然ありません。秘密の一つや二つ、むしろこっちからサービスしてもいいくらいです。え、本当に負け惜しみじゃないわね。はい、
弱みの一つや二つでは、まだまだ私の優位は動きまーす。なるほど、あなたの気持ちはよくわかりました。さて、食後のお茶が済み次第、ゆーっくり話を聞かせてもらおうかしら。